気象庁によりますと、今日未明、自衛隊から硫黄島が噴火したと連絡がありました。ごく小規模な噴火が断続的に発生しているということです。硫黄島ではこれまでも小規模な噴火がたびたび起きています。自衛隊によりますと、噴火したのは北の花と呼ばれる場所で、島の南西部にあるすり鉢山ではないということです。島には自衛隊の施設がありますが、今のところ自衛隊員は避難はしていないということです。速報でお伝えしました。